巻き取り式携帯スロープ、スロープビルドのご紹介です。このスロープビルドは運搬性や携帯性、長さが変えられるなど様々な特徴を持っているスロープです。それではこれからいくつかの特徴をご紹介してまいります。スロープビルド一つ目の特徴です。一つ目は収納性。このように巻き取っているためにとても安定した形で、さらにコンパクトに収納することができます。実際の一般のスロープとの比較画像をご覧いただきましょう。二つ目の特徴です。二つ目は長さを変えられるというところです。工具を使って長さを変えられます。それでは工具を使った長さの変え方についてご覧いただきましょう。3つ目の特徴です。3つ目は耐荷重です。 2m75 までは 450kg、 2m90 を超えると 300kg、 車椅子だけではなくて台車や運搬車、さまざまな用途にご利用いただけます。4つ目の特徴です。4つ目は様々なオプションがあるということです。オプションの中には耐荷アプローチプレート、クイックロックピン、キャスター、様々なオプションがございます。特におすすめのオプションは耐荷アプローチプレートです。耐荷アプローチをつけた場合とつけなかった場合の違いの映像をご覧いただきましょう。いかがでしたでしょうか。このスロープビルド、普通のスロープの形だけではなくて山型とかブリッジ型とか様々な形状に作れるスロープです。それでは最後に設置方法についてご覧いただきましょう。